エデンは悩みますよ、私たちは特に。でもステイも入れたいしね。いや入れたいですね。リジベネとかも入れないと入れたい、本当は入れたいですよ。そうそう、はい、まあ、そこをあえて我慢しての、我慢して我慢してって言えば言い方悪い。皆さんこんばんは、 HC ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです、よろしくお願いします。今回の動画はですね、はい、ルナシー理想のプレイリストを2人で考えてみたということでですね。そうですね、まあ、こちらは一応リクエストということで。こちらリクエストでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この、はい、まあ、プレイリストというのは、そうですね、はい、今までルナシーがリリースした、はい、インディのルナシーからね、はい、クロスまで、はい、そこから2曲ずつ、そうですね、私が選んで、選んで合計20曲、はい、を使ってプレイリストを作るとしたらっていう、そうですね、感じで曲を選びました。はい、まあ、それがこちらということで、はい、まあ、多分画面にね、まあ、出てると思うんですけども、そうですね、今画面には出てると思うんですけども、はい、はい、まあ、ちょっとまあその理由をね、じゃあ早速ちょっとお話ししていきますか。はい、はい、まあ、インディーのルナシーからは、はい、まあ、シェイドとタイムイズデッドということで、はい、まあフェイトと悩んだんですよね。私は悩みました。はい、私も、はい、フェイトはね、フェイトはね、そう、まあ、ちょっと始まり感は強いし、うん、そうですね、まあ、うん、一時的にどこにいてもいいのかなとは思うんですけども、うん、そうですね、まあ、シェイドタイムイズデッドがまあ、今の気分もあるけども、あ、そうですね、そうですね、はい、うん、まあ、この2つからまず抜粋、ね、抜粋しましたね、うん、はい、でまあイメージからだと、はい、サーチオーリーズン とイメージ、イマージュ、イマージュか、はい、すみません、失礼しました、イマージュですね、はい、サーチオーリーズンってまだその曲としても全然私たち触れてないんで。そうですね、かなり癖が強い、うん、強いですね、うん、だプレイリスト作るんだったら結構まあこういう癖強いの曲もあっても面白いかな。そうなんですよ、そうそうそう、やっぱ、うん、何曲もある中に、うん、まあ、こういう曲があると、うん、さらにその曲がこう引き立って、そうですね、聴けたりもするんで、そう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 、で個人的にもやっぱ好きなんでね、うん、面白いかなっていうのと、まあ、あとイマージュ、イマージュ、まあ、イノラン作曲、イノラン作曲、うん、まあ、あのアコギの、そうですね、チャララララララランとかもね、そう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 、やっぱたまに聴きたくなるんですよ、うん、結構だからあれもループっぽいというかね、そう、あ、そうですね、はい、そうですね、じゃ、そうそう、なんか結構、うん、なんか一曲一貫して、そうそう、同じような一定な感じは感じですからね、そう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 、って感じで、それも、うん、スパイス的に、そうですね、入れました、いい感じかなっていう、はい、でまあ、エデンからはジーザスとラメンタブル、ラメンタブルね、はい、そうですね、うん、まあエデンなんかめちゃくちゃいっぱいいい曲あるから、いやこれね、相当悩んだんですけどね。エデンは悩みますよ、私たちは特に。でもステイも入れたいしね。いや入れたいですね。リジベネとかも入れない、入れたい、本当は入れたいですよ。そうそう、はい、まあ、そこをあえて我慢しての、我慢して、我慢してって言い方悪い、ちょっと悩みになんだ感はすごいかな。そうですね、うん、2人で考えて、うん、ラメンタブルはもうすんなり一致したかとこじゃないですか。あ、そうですね、そうそう、で、まあ、マザーからはラブレスとオーロラ、はい、オーロラ、はい、うん、いやオーロラよくないですか、最高ですよね、シュウさんお前言ってましたけどね、そうそう、はい、理想の瀬戸際に入れたぐらいですから、あ、そうだよね、そう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 、そうやっぱオーロラはいいっすよ、ね、いやオーロラいいっすよ、本当に生で聴きてえなーって思っちゃうぐらい、やっぱ今ね本当にあんまやんない、このレアのうちに入るでしょうね、うん、そうですね、そうそう、ピアノも最高だし、そうでんそうでん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 杉様ランキングで本当に入れたかったっていう、そうなんですよ、そう、これは本当に悩みました、はい、やっぱ、まあ、ラブレスに思い入れが強い方は非常に多いなっていう、まあラブレスはねでも分かりましたし、やっぱ好きな人それ多いですわ、そうなんですよ、うん、私ほら、うん、ロージアトゥルブルでハマった、まあ、そうでしょ、うん、で初めてルナシーのアルバムを買ったのはやっぱマザーですから、うん、その一発目なんで、まあまあね、やっぱ同じようにねすっごい印象が強いんで、うん、そうっすね、まあ確かに外せないって外せないっすね、そうなんですよ、うん、でスタイルからは、はい、まあ、螺旋、螺旋 G ですね、 G 螺旋、はい、うん、はい、まあ、まあこれは、まあ、シュウさんね、はい、まあ、G は入れるべきだろうと、そうですね、いう思いは強いのも分かりますし、うん、まあ、G with love でやっぱ私は上げたんですけど、はい、ベタかなとベタだからでもやっぱ螺旋入れようっていう、まあ、私たちのちょっと好きが偏りすぎちゃうんじゃないかと、そうですね、そう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 、いうこともありましたし、うん、私最近ね、うん、螺旋聴いてるんですよ、よく、ああそうなんですね、ええ、まあまあ5拍子のね、そうです、うん、ディリテー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 はいはいはい、螺旋やっぱいいなと最近強く思う、だからシュウさんの
With Love、はい、最近よく聞いてるっていうのと同じぐらい、はい、あな気持ちじゃないですかね。なるほど、ええ、まあまあまあ、あれもまあ独特だからね。独特なんですよ、ええ、だぶっちゃけ、はい、あの螺旋の動画撮ったじゃないですか、はい、撮りましたね。あれ7分ぐらいだったんですけど、はい、これ今ね、はい、もっと喋りたくないんですよ実は。あ実はね、ちょっとあの時の感情とかもいろいろあったし、はい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 、まあじゃあおいおいもしかしたら おいおいちょっとやるかもしれないです、うん、はい、分かりました、はい、まあ、それぐらい思い入れが今ある、今強いです、はい、はい、で社員からは、はい、まあ、ラブミーとブロークン、はい、そうですね、まあ、ラブミーはもう、まあ、動画も撮りましたけど、はい、やっぱりこうストレートでシンプルで、そうですね、疾走感あってね、疾走感あってね、はい、そうやっぱ、うん、私も聞き出せとりに入れさせてもらいました、ね、うん、いやいやいや、あの、うん、妄想せとりに、そうですね、はい、やっぱこうプレイリストでこう作ってもやっぱり、うん、すごいなんかやっぱ上がりますよね。そう上がるんですよ。あれの上がり方は独特なんですよね、うん、私の中では。ブロークンは、はい、あれですね、まあ、ちょっと重めのね、うん、そうですね、音から始まって、はい、そう誰だってですかね。そうめっちゃ笑顔で歌ってたね。いやこれもね、ブロークン結構好きって言ってなかった、好きですよね、うん、すごいいい歌だし、やっぱこれもレアですよね、多分、多分ライブではもうほぼほぼやんないのかなっていう、ね、感じはしますけど、ね、うん、ルナシー、CY、CY、はい、からはまあキス、キスですね、とクレイジャーバティ、クレイジャーバティ、はい、そうですね、まあキスは、うん、私大好きだね、うん、まあ、杉様がね、作詞作曲ですね、そうですね、In the Passion つって、あのね、ちょっと楽しくなる感じがね、晴れてますからね、そうなんですよ、歌い方は独特だよね、そうですね、うん、まあ、ちょっとまだやってないんで言わないですけどね、あまり、うん、あとクレイジャーバティは、クレイジャーバティはもう、まあもう言わずもがなですよ、名バラードですよ、名バラード、週大好き名バラード、大好き名バラードですね、これ嫌いな人いるのかっていうぐらい俺は思うけど、いないと思います、まあ、なんでアビジョン入ってねえなっていうと、もうちょっと、しつこいかなって、そうっすね、いやどうせお前ら、うん、アビジョンから出してんだろう、ね、そうそうそう、うん、アビジョンだろみたいな、そういうなんかもうイメージも、自分たちで思っちゃってる、そうそう、払拭しようかなって意味で、あえて外しましょうね、外しましょうねって感じで、はい、でまあアビルからは、はいはい、銀の月、メタモルフォーシス、そうですね、はい、私はグローイング、はい、まあそうですね、とメタモルフォーシスを選んだんですけども、うん、はい、まあ、はい、競技した結果 ね、 そうですね、やっぱ銀の月だろうと、そうです、ね、もう銀の月なしでプレイリスト作るんじゃねえってそうですね、まあ、銀の月いいからね、最高ですよ、もう最高ですよ、もうこれはもう言うことなし、言うことなしです、はい、でメタモルフォーシスなんかあんまりなんか動画でそんな喋った記憶もないけど、ないですね、うん、あの時はアルバムをこうあっさり、うん、あっさりやっちゃったお話ししちゃったんでね、そうそう、まあ多分どっかでまた語ると思うんですけど、そうですね、まあ、とにかくメタルなナンバーで、はい、もうルナシーヘビーメタルですよね、しかもリブート後ですからね、そうですね、素晴らしく、そこがチョイスのポイントです、そうそうそう、ツーバスバカバカの、そうですよ、最高にかっこいい、上がりますね、そうですね、でまあラブからは、はい、闇人誓い組ですね、まあ、なんやかんややっぱね、誓い組は入れましょうっていうね、いや、うん、そういうことになっちゃいましたよね、そうですね、誓い組はもう、もう本当、外せないと、外せないよっぽど好きなんですね、大好きですよ、もうこれテンション上がるでしょ、こんな誓い組はもう最高ですよ、タカタカタッてですね、テン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 凄まじい表現力ですし、そう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 、動画撮りましたしね、そうですね、そうやっぱこの感想とかもね、そうそうそう、激しくなるジャラララジャラララからね入ってねとかね、やっぱ、うん、これ聞くたびにやっぱりどんどんこう味がね、うん、そうですね、出てきますね、出てきますよね、僕が深い、本当にまだ聞き飽きないですね、そうですね、はい、まあ、聞き飽きるってことはないですけども、うん、まだ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 感じるものは得られますよ、得られますね、でクロスからは、はい、まあ、岩ノッキン、アットマイドア、はい、と非装備、非装備、はい、なるほど、まあ、岩ノッキンなんかね、やっぱ面白い曲だしね、そうですよ、うん、なんかイントロもね、結構重いっすよ、ね、重いっすよ、うん、ちょっとパンフェイストゥーフェイスみたいな感じですよねそうっすね、私の中でね、確かにね、そうそう、それぐらいのなんかドラムの重さがあります、ね、シンバルもこうガンガンだし、うん、ガンガンだし、そうそう、クラッシュっていうんですか、クラッシュじゃないですか、多分ですよね、パンパン、そうそう、結構、
非常になんかこうバラバラ、なんか結構そうそうそうバラバラバラって感じなのが結構こうギュッとなんか集まった感じもするし、うん、なんか不思議で不思議と面白いかもね。で私は、うん、今螺旋と同じぐらいに、うん、ああそうなんですね、ちょっとよく聞いてるナンバーなんでね、うん、はい、聞き応えがやっぱこれもありますもんね。そうなんですよ、うん、まあ、ひそびなんかはもうね、まあ、ひそびは私よりどっちかといえばシューさんの方がね、うん、まあ、言わずもがなですよね、まあ、大好きですけども、大好きですね、うん、このナンバーの中にひそびがいるっていうのがなんかいいんですよね、はい、いいですね、この選んだ中でね、選んだ中でね、まあ、ひそびはもう最高ですよ、うん、PV もいいしね、いいね、うん、切なるってね、てれれ、はい、もうさよならです、さよならさよなら、だからまあこれ、うん、まあ見ていただいてる画面ではね、はい、まあ、古いはインディーのルナシーからこう順番になってるはずですけども、うん、まあ、そうですね、うん、まああえて曲順はねちょっと、はい、うん、ごちゃ混ぜにはしないですけども、そうですね、うん、まあ、あとはもうこれをまあ、好きなように並べていただいてね、そうですね、うん、まあ、これ好きなようにもしね、うん、並べてプレイリストを作っていただけるとしたらどういう感じになるのか、また、うん、まあそうですね、それはそれでやっぱ我々以外のね、うん、まあそうですね、皆さんどう作るのかなっていうのは、まあ、気持ちでどうなるのかっていうのが、うん、面白いですよね、面白いですよね、うん、やっぱ人のプレイリストって面白いですよね、試すっていうのは、まあそうです ね、うん、まあラブレスが入ってるからね、ラブレスって一発目のイメージじゃないですか、ね、あ、そうですね、これラブレスをどこに持ってくるのかってことですね、一発目に、まあ、まあ持ってきちゃうの か、中盤なのかっていうね、どこに入れるのかっていう ね、 ね、ちょっと分かんないよね、そうだね、そうそう、入ってくる場所によっちゃ本当に違う、うん、雰囲気のね、そうですよ、あれになりますからね、ラブレス1曲目以外っていう、もう1曲目ってイメージが強すぎるから、まあ強すぎるからね、どこにラブレス持ってくんだっていうね、1曲目以外で、そこをベタな1曲目に入れるのか、そうです、うん、果たして後半のね、うん、後半の後半に入れるのかとか、そう、まあ斬新ですね、斬新ですよね、まあ、それのまあ考えの面白いかな、面白いですよ、そう、うん、思いますけどね、やっぱプレイリストを作ってでも自分で作るから結局、うん、一発目ラブレスとかって分かってるわけじゃないですか、うん、そうですね、私だったら多分入れないですよね、うん、一発目にはね、まあ、そうですね、はい、私も入れませんですよねそう、はい、そうベタすぎるからね、だから違うとこで変化球を入れて、うん、ちょっとその曲の良さをまた新たによく感じるっていう、うんうん、ああそうですね、そういう手でもあるじゃないですか、うん、この曲の次にこの曲を入れると、あ、ちょっといつもと感じ方が違うなとか、確かにね、うん、あるんでね、そういう楽しみ方できますよね、はい、確かに、うんうん、まあだからぜひぜひね、このプレイリストを見て、まあ、試していただけたらなっていうふうに思いますね。そうですね、はい、まあ、私たちが考える、うん、考える今の各アルバムからそうですね2曲選んだリストはこんな感じですよね、はい、はい、いかがでしょうかっていう感じですね。そうですね、はい、HT ラジオでは皆様からのご意見ご感想、またルナシーの曲、またやってほしい企画などありましたら、どしどしコメントお待ちしております。またツイッターもやっております。よろしければフォローお願いいたします。今回はこの辺りで失礼いたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。